アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？ここまで来たんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻す。
私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。言っちまうのか。もう思い残すこともないから、消えるしかない。最後まで付き合えなくてすまない。気にすんな。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。行こうぜ、相棒。エリカのことがあいつをこの世につなぎ止めてたんだ。その思いがなくなれば消えるだけだ。KK もなのか。だろうな。目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。捨て駒に過ぎない。戦わずに済む方法はないのか。ない。邪魔をするなら排除するだけだ。なんで
かしいよ。ああ、おかしいか。戦わなきゃ救ってやれねえんだよ。何を見ているって言うんだ。知るか。同情はしねえ。だが俺が終わらせてやる。俺はあいつを倒すまでは燃料切れにはならねえよ。あんな奴を残して消えられるかよ。あの写真の家族のためにだろ。いい父親だな。まあな。中に入ったら引き返せないかもしれない。準備を怠るなよ。
みんな消されたのか。どこかにあいつがいるはずだ。上に行ってみよう。お兄ちゃん、本当は私のことなんて考えてないでしょ。お兄ちゃんは自分のことしか考えてない。自分のせいで私が死ぬのが怖いんでしょ。どうした？変な声が聞こえる。妹の声だった。あれは何か仕掛けてきてるのかもな。どうした？アキト！アキト！行くぞ！マリキ、お前の本心なのか？惑わされるな！相手の思うツボだぞ！違う、違うんだ。アキト、しっかりしろ！俺のこといい親だって言ったよな。俺はいい親なんかじゃない。刑事として一生懸命働いてさえいれば家族は守れると信じきっていた。でもな、久しぶりに家に帰ったら
俺たちはもう家族じゃなくなっていた。息子は俺が渡したおもちゃをつまらなそうに見ていたよ。もうスーパーカーになんか興味がなくなっていたんだよ。救急。それでも俺はこの戦いから逃げない。守りたいものを守るためだ。マリ！あの人形は時間稼ぎすらできなかったのか。てめえ！肉体の死はただの事象に過ぎない。魂は肉体を離れてこそ本来の姿を取り戻す。死生観は自由だ、否定はしない。だけど独りよがりの妄想に人を巻き込むな。正しい導きはいつの時代も疎まれる。だが君もすぐに理解するだろう。肉体がいかに無意味なものなのか。マリに触るな！必要な量の魂は集まった。その全てを使い生と死の境界を破壊する。君の妹は最後の礎として用いられる。とても尊い役割だ。そんなことさせるか！教会が失われれば世界は一変する。私はそこにささやかな楽園を作るつもりだ。妻と娘の魂が永遠に輝き続けることができる。何が楽園だ！そうだ、素晴らしいことを思いついた。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。場合によっては新世界の導き手になれるかもしれない。新世界のマリア、いやイブか。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。直接確かめたのか、妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それはこの娘の包帯の下はどうなっていると思う。肉体に固執しても苦しみが増すだけだ。惑わされんな。こいつを倒さなければ世界が終わるんだぞ。アキト、しっかりしろ。時は完全に満ちた。ここから世界が変わる新たな始まりの時だ。我が宿願が成就する。立て、やつを追うぞ。マリー、お前は何を。あいつの妄想に取り込まれるな。目を覚ませ。覚まさないならお前を切り捨てる。アキト、
前本当にこのまま。俺はこいつを倒す。自分に勝つ。ナギト、お前は邪魔をするな。要は確かめるのが怖えんだろ、妹の気持ちを。自分が命張ってまでやってきたことが全部無駄だった。その答えを聞くのが怖えんだ。あんたに何がわかる。わからねえよ、自分の家族の気持ちさえな。わからねえから確かめに行くんじゃねえか。お前はどうする。僕も行く。マリに直接確かめるまで死ねない。まさか自分に引導を渡すことになるとはな。ケイケ、行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。ああ、行こう。